い、こんにちは、鬼面ライダーです。今回はこのブリ大根と松茸の土瓶蒸しを作りたいと思います。まず大根切ってきます。で、皮むいて、めんどくさかったらね、ピーラー使えばいいです。で、角を落とします。これで煮崩れがね、しにくいようにします。これもピーラー使った方が早いけどね。で、こうやって十字にね、切れ目入れて味が染み込みやすくします。で、大根がひたひたになるまで水入れて、必ずね、水から火を通します。だいたい10分ぐらいかな。で、その間にブリの方、塩でね、こうやっても塩で揉んでおきます。正確にはブリのあら大根だね。で、10分経ったら大根をざるにあげておきます。で、その間にブリの方、一回湯通しします。生臭いからね。全体的に色が染まったらいいかな。で、ブリ大根の調味料のね、分量なんですけど、これは人それぞれなのでね、まあ、お好みで、まあ、私の場合この酒とね、水と醤油、あとこの昆布だし使います。昆布から出してもいいんだけど、めんどくさいんでね、時間ないしね。大根入れて、砂糖ちょっと多めに入れます。で、みりんも入れます。慣れてくるとね、この時点で味見した時、仕上がった時の味が分かるんですよ。で、さっき臭みを取ったブリを投入していきます。で、醤油入れて、そうそう、生姜を入れなきゃね。庭に生えてる生姜引っこ抜いてスライスしてね、入れていきます。これは仕上げ用の千切りにした生姜ですね。生姜を 5,6 枚入れて、蓋を落としてね、煮込んでいきます。だいたい弱火で40分ぐらい煮込んで、あと余熱でね、さらに30分ぐらい寝かした状態です。で、さっき千切りにした生姜を乗せて完成です。ブリのあら大根完成しました。あらなのでちょっとね、身が少ないのが難点なんですけども、まあ、安いというのがね、この料理のいいところなんですけど、まだちょっとね、中心に染み込みが足りないかな。まあ、そしたらね、もう一回追加で煮込んでやれば味が染み込みますんで、あらとはいえね、しっかりブリの味がするから、それなりに美味しいです。ごちそうさまでした。じゃあ続けて松茸もらったので、せっかくなんでね、土瓶蒸しにしようと思います。こうやって茶こしでね、だし汁をこして、材料かまぼこ、すだち、エビ、銀杏、また松茸で、2枚に生えてる三つ葉のね、新芽を摘んできます。うちは IH 使ってるので、正確には土瓶蒸しではないんですけども、こうやってさっきのだし汁にね、酒と醤油、あと塩、
入れて具材をねぶち込んでいきます。最初にしめじとかね安い材料をしたり下地にして、上の方にこういう色鮮やかからね具材を持ってくると見栄えが良くなります。最後にさっき摘んできた三つ葉を添えて完成です。ちょっとでかいかな、小さい方に変えようか。こんなもんか。で、三つ葉の香りが移ったら完成です。では実食。あー、いい感じだね。松茸の香りがたまんないね。これ前回泊まってきたね、あの民宿でドビームシが出たので、ちょっと自分も作ってみようかと思ったんですよ。では松茸からいただきます。うん、いい香りだわ。まあネタバレしちゃうとカナダ産ですけどねそんなね、国産の松茸なんて買うお金ないっすよ。安い食材をいかに美味しく仕上げるかが料理人の腕ですね。こうやってだし汁をねお椀によそって具材を移していただきます。まあ、正式な食べ方は知らないんですけども、このすだちを絞って香り付けします。すだちか柚子どっちでもいいのかな。これこうするとね松茸と香りが合わさってたまんないんですよ。めっちゃうまいっす。土瓶蒸しって最初土瓶でやる茶碗蒸しかと思ってたんですけども違ったんですね今回初めて作ってみたんですけど、そんなに難しくはないですね。本来は土瓶を使うんですけども、土瓶だと IH 使えないので、今回ね鉄製の土瓶使わせていただきました。これ使えばね IH も使えるし、あと鉄分も溶け出して女性にも優しいからねここんとこ簡単な料理ばっかりだったので、今度はちょっとね複雑なスイーツ作ろうかと思っています。それではご視聴ありがとうございました。